は普通の砂山崩しと同じです。が勝利条件は特別なものになっております。一体なんじゃ。棒の根っこギリッギリのところに4人に向かって1つずつ風灰が埋め込まれております。棒を倒さずにそれを取ることができた方が勝利です。棒を倒してしまった方は即脱落となります。では最下位のナシコさんからレディーゴー。一気に行くしかナシコちゃんじゃ。同じくらいやらないと負ける。あ、泉さんだ。